皆さんお元気ですか牧師 YouTuber の菅野直樹です今日も「出前牧師館チャンネル」によくお越しくださいましたどうぞお入りくださり最後までご視聴お願いいたしますグッドボタンやチャンネル登録もこの機会によろしくお願いいたします本日1月13日金曜日「与えられた人生を最高に生きよう」という題でお話をしたいと思います私たちに与えられた人生を生きるそれ以外 人には生きようがありません。まあ、しかし、理不尽で辛い、そんな思いをしながら生きる、そういう歩みをしているといつしか折れて潰れてしまいます。まあ、だからといって現実逃避ばっかりすることもよくありません。どうしたらいいか、聖書はこう語ります。いつも喜んでいなさい。えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これが 神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることなんですよ。皆さん、この3つです。いつも喜ぶこと、絶えず祈ること、すべてのことについて感謝すること。生まれた環境にそれぞれ違いがあります。才能に顔に、性格に違いがあります。でも、私たちは、 平等にできるることがあるそれはいつも喜び絶えず祈り全てのことについて感謝することあらゆるものを超えて私たちはそう生きることができる喜ぶ感謝することその中間には祈りという言葉があることに注目したいと思います私たちはそう簡単に感謝できない喜べないどうしたらいいか神に祈る神様助けてください皆さんこれが 私たちの人生を喜びと感謝にあふれさせるそんな生き方です。強い何千年も土もあまりない厳しい環境しかも崖にしっかりと根を張ってね強く強くもう何千年も生きてるというそういう木があるっていうのを聞いたことがあります。まあ、そのの強さの秘訣は しっっかりとと根を張ったっていうことなんですねその長寿の木のように私たちはその与えられた人生の中でしっかりとその場所で根を張るいつも喜び絶えず祈り感謝する皆さんそこに私たちもその樹齢千年を超えるその強い木のように私たちも生きていきたい「桃栗三年柿八年」年とあるように私たちの人生それぞれ すぐに目を出す人もいますねそれもいいですでも長い時間をかけてやっと目を出すでもそれは素晴らしい身を結ぶそういうのもいいですねどれが一番いいかいやあなたの人生が一番だ皆さんそのためにどうしたらいいかいつも喜び大事なり全てのことに感謝しましょう すべてに感謝しよう我が主に賛美と喜びもて越えたからかに褒め歌おうれるや サンビッシュ、ハレルヤ、お、oh, サンビッシュ、ハレルヤ、お、oh, ハレルヤ、ハレルヤ、サンビッシュ、ハレルヤ、おサンビッシュ、ハレルヤ、お、oh, はレ 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょうね。それまでごきげんよう。さようなら。